にゃーにがボニー&クライドですか、お宮さん方が余計なことばっかすっけら、大好きな戦争を壊すまで張り切ってやったのに、これじゃかえって汗が出ちゃうわ。みんなちょっと集まってくれ。さあさあ集まって。実は模擬訓練をもう一度やることに決定した。前回はあまりにもみっともなかった。したがってもう一度やり直す。いやいや、直しなんだ。本当にもう。ちょ、何でしょう。台本通りの訓練なんてやったって意味ありませんよ、課長。分かってんじゃない、トール。だから俺たちとしてはちょっとしたハプニングを起こしたわけよ。ねえ、起こした。真山君、ペナルティ。もう一度犯人役だ。もう一回。やっとるじゃないか。課長、この二人じゃダメですよ。やめましょう、やめましょう。ダメです。高山、お前どう思う。よろしいんじゃないですか。今度ずらかったらこっちも本気で打つことにしましょう。おお、それ面白い。やりましょう。みんなでやりましょう。態度コロコロ変えるな。よし、犯人役は大下裕二と真山薫に決定。バーン。安心しろ、口だよ。裕二、今度は本気で逃げろよ。こっちも本気で打っちゃうからさ。ちょっとちょっと、みんなも危ないんだから、本当に危ないんだから、ちょっとこれあくまでも模擬訓練なんだから、台本通り仲良くやりましょうよ。仲ある。な、な、な、な。やっとるんじゃねえか。道場買おうと思って、こんなうわさとかすぐやりやがって。カオルちゃん、うるさい。もうこんなにごちゃごちゃ言うんだったら本気でボニーとクライドやるからな。